地震が発生した午前3時過ぎ、土砂崩れで19人が亡くなった厚真町吉野地区には花を手向ける人の姿がありました。6年前の胆振東部地震では44人が犠牲になったほか、国内初となる全域停電、ブラックアウトに陥りました。震度7を観測した厚真町では朝から町民らが犠牲者に手を合わせていました。こんなことあっていいのかという思いはずっとこれ今後も引きずると思いますが、かといって死んだ友人は帰ってこないし、まあ、今日より明日を考えてこれからも生きていこうと思います。寂しさを背負って生きられているあのご遺族 の, あのそうしたあの思いをですね、あのそれを伝えていきたいなと思います。厚真町は正午から役場近くの慰霊碑で黙祷を捧げます。